そしてダークホース2頭も出走させます、ともみ地球社の大江女子です。よろしくお願いします。お願いします。もうダークホースというには失礼なぐらい、この2頭ともにもう G1 でも十分やってこれる実績がもうあるんですけれども、はい、まあでもやっぱりタイトルがねまだないということで、はい、まずはユーキャンスマイル、はい、とはいえ天皇賞で、まあ旧社の看板ワグネリアンにも先着しましたから、はい、相当な上昇度じゃないですか、ここに来て。そうですね、まあ、もともとすごい緩い馬だったんで、うん、まあ時間とともにそのあたり良くなってくるなとは思ったんですけど、うん、あのメンバーに入ってあそこまでやれるっていうのは本当に思ってた以上の、うん、上昇度があったのかなと思ってます。2000m の距離、まあ、その前の新潟で十分、強い競馬してましたけれど、やっぱりユーキャンスマイルというともうちょっと長い距離の方が、はい、ええなという僕ら不安の認識がありますが、そこは間違いないです。長い方がいいと思います、はい、ということはよりジャパンカップの方がパフォーマンスとしては上げてこれるんじゃないかという点があるんですか。そうですね、そう思ってます、はい、うん、さあそしてただあれだけの時計で走った後ですし、まだね G1 クラスでの経験もそんなに豊富ではないですから、はい、レース後の疲れとかケアっていったあたりはどうでしょう。まあ、レース後の疲れもなく、うん、まあ、長距離休むこともなく本当に順調に来てます。だからまあ心配してることって何もないですね、はい、あ、心配してることなと思う、はい、どう G1 ホースを出すプレッシャーもあると思いますが、こうチャレンジャーの方の方がこれもまた気が楽ってことはないの。でもそうですね、ないっすないっす、ないんやないっすね、はい、まあ本当にたくさんいい馬預けてもらって、うん、僕たちも本当にそういう大きい舞台に向かうこととか、うん、まあその当日そこに馬を連れてって馬を引いてスタートまで行くっていうプレッシャーもたくさん経験させてもらってますんで、うん、変にその意気込んだりってこともなく、うん、平常心でやれてるのはうちの強みかなと思ってますけど、うん、はい。さあそしてもう一頭エタリオ、まあありがたくない異名といいますか、史上最強の一勝馬なんて言われてますけれど、はい、こちらはいかがでしょうか。前走後、まあ、前走後も問題なく来てますし、はい、まあ、前走前前走と少しちょっと馬の気持ちの弱さというか、うん、まあ、ちょっとした気の難しさっていうのが出てましたんで、その辺をきちんと修正して迎えれば十分やれる馬だなと思って、まあ、調整続けてます。その2走ですけれども、横山紀弘騎手が手綱を取られて、まあ、今回3度目ですかになるんですが、ジョッキーとは何か大江さん自身ちょっとこうコンタクトを取ったりお話されたことはあるんですか。はい、先ほど言いました通り、はい、ちょっとメンタルの方でもう少し手こ入れしていこうということで、うん、ジョッキーとも話して、まあ、厩舎一丸となって少しちょっとその辺取り組んで、もっともっとこうレースに集中してしっかり力出せるような仕上がりに持っていくためにいろいろ考えて今やってます。もちろんこれ力を出せばこの相手でも引け取らないですよね。はい、そう思ってます、うん、はい、まあ、ジャパンカップという世界にも名だたるレースであり、その海外が今年海外からの挑戦がないということですが、もう終わったらともみじカップかもしれへんね。まあそう言ってもらえるぐらいね、やっぱりどの馬にも頑張ってもらいたいですね、はい、はい、いやもうね、ほんまこんなんもう素人やないねんから、もうそんなん聞いたらあかんでって言われるのも重々承知で聞きますけども、はい、どれがこう一番東京の2400に合ってると思います、5頭のうちで。どうですかね、やっぱり流れ一つじゃないのかなと思うんですよね。特に今東京って結局流れ一つで前にいなかったら話にならないとか、うん、まあ早すぎたら今度後ろから差し込んでくるとか、うん、結構極端なんで、まあうち5頭がそれぞれの個性持ってますんで、うん、まあだからどの馬かには合う流れにはもちろんなると思いますし、うん、本当に流れ一つ、枠順一つでかなり、うん、着順入れ替わるような競馬になるんじゃないかなって予想はします。ということは5頭を出してて、はい、G1 ホースが3頭、まだその未勝利 G1 未勝利が2頭ですけど、大江さんの中ではこれ順番はどれがどれか分からない、もう十分こう下克上いたらおかしいけど、厩舎内での下克上もありえるっていう。そうですね、はい、まあ本当厩舎の中でもね、うん、みんなそれぞれ一発狙ってるねっていうような状況ですんで、まあ本当にこうどれがどれだけ走ってくれるかっていうのを楽しみにしながら今毎日過ごしてます。楽しみやろうな。楽しみですね。いや本当にありがたい話ですね。16分の5ですか。そうですね、今のところ、うん、はい、もう確率だけで言うとね、相当そうですね高い確率になってくるもんね。そうですね、はい、はい、ぜひ本番、はい、僕らもワクワクするようなレースを、はい、ともみちやんけみたいなねがなるといいですね、はい、はい、そうなるといいですよね、はいはい、期待しております、はい、それでは最後にいい方法をお聞かせください。はい、まだG1 タイトルには届いてない2頭ですが、
まあ、本当にこの東京2400という舞台がすごく合う2頭だと思ってます。まあ、本当に一発やってくれそうな雰囲気もちろんありますし、あとはいい状態で運んで、最後皆さんをね興奮させられるようなレースできるように調整していきます。応援よろしくお願いします。大江女子でした。ありがとうございました。